シボレーインパラ。シボレーインパラは、ゼネラルモーターズが、シボレーブランドで販売している大型乗用車。現在、日本では、正式発売されていない。1958年から1964年モデルは、ローライダーと呼ばれるカスタムのベース車として、日本、アメリカで人気が高い。1958年型、シボレーの最上級グレード、ベルエアに、 インパラスポーツパッケージという名のスペシャルパッケージが設定された。ボディタイプは2ドアハードトップクーペとにドアコンバーチブルのみということから1956年にクライスラーのブランドであるプリムスが当時の最高級フルサイズであったベルベディのスポーツクーペモデルをベースにさらに高級化させ販売したスペシャリティ2ドアハードトップフューリーへの対抗と考えられる。 ベルエアとの相違点は3連テールランプ、ルーフタ端のエアアウトレット、ダミー左右クオーターのエアダクトフューモール等である。この1958年には、1957年まで下級グレードのフルサイズとして生産されていた150が、150同様下級グレードのフルサイズであったデルレイと統合されて消滅し、その結果、この年以降、 シボレーの最下級フルサイズはデルレーのみの生産となった。また、150デルレーより上、ベルエアより下の中級グレードのフルサイズとして生産されいた210は1957年を最後に消滅し、後継として1958年からビスケーンが登場した。1957年のシボレーのフルサイズのラインナップは下から150デルレー。 210、ベルエであったのに対し、1958年のフルサイズのラインナップ、デルレー、ビスケーン、ベルエアと大幅に変わった。1959年から、インパラは2、ね、ドアのみではなく、4ドアピラーレスハードトップ、4ドアセダンもラインナップされた。これでインパラは、シボレーの最上級フルサイズとなり、ベルエアはその流れで少し低級化した。 1959年、最上級フルサイズがベルウェアからインパラに変更されたため、1960年から中級フルサイズはビスケーンからベルウェアに変更される。下級フルサイズはデルレイからビスケーンに変更される。これによってデルレイは1959年を最後に消滅した。百五十九年のシボレーのフルサイズラインナップは下から デルレイ、ビスケーン、ベルエア、インパラとなる。1950年代の女王用車の造形デザインにおいて流行であったテールフィンスタイルは先代にも見られたが、この世代で最も顕著になり、中央でに分割された翼を広げた鳥のようなトランは、この車種のこの世代のモデルであると一目でわかる特徴である。さらに、このモデルの派生車であるエルカミーノも、 ピックアップトラックながらこの派手な衣装を受け継いでいる。直後に急速に陳腐化の印象を持たれるようになったため、次の世代では面影があるものの大幅に抑えたものとなっている。1957年にベルエア2ニ,ニドアのインパラパッケージが登場したのと同様、1965年のインパラ24ドアのカプリスパッケージが登場。インパラ以上に高級感のあるスペシャリティ4。 ドアハードトップであった。このカプリスパッケージは1966年に2ドアも登場しに独立した。シボレーの最高級フルサイズはカプリスに変わったが、インパラはベルエアのように低級化はせずそれまでと同じように生産された。1958年から1966年までの間にインパラは1300万台が生産され、 1965年には年間100万台が売れた。1961年に登場したインパラ SS、スーパースポーツがその牽引役となり、ノーマルのインパラに比べて次のようなチューニングが施された。1971年に GM はその際設計されたフルサイズの B ボディを導入、最大のフルサイズの車が発表された。 しかし1970年代はアメリカ国内で自動車の見方に変化があり、それはインパラのような車に長く影響を及ぼした。1973年のエネルギー危機は劇的で、ガソリン価格は1973から1979年に2倍になった。自動車販売は1973年から1974年に20%急落し、 そして歴史上初めてアメリカの自動車の年間走行距離は下落した。インパラの売上高は1975年には176,376台と過去最悪となった。1970年代、インパラには例えばダッシュボードに起きる大きなクラックなどの問題点があり、エクセレンスのマークにぴったりだとインパラのオーナーは要した。また部分的に、 バンパーの防護物に対する規制が実施され、1973年から全部バンパーは5メートル pH の衝撃に耐えることができなければならず、1974年には後部のバンパーも同じ標準を満たすことを要求された。このため1970年代フルサイズのシボレーは、これまでに最大のシボレー車となった。パワートレインは唯一 V8 エンジンであったが、 エンジンサイズは350、400と454がラインナップした。1972年から始まって、すべてのエンジンは無塩ガソリンで設計され、触媒コンバーターが1975年に装備された。なおコンバーチブルモデルは1975年以後、廃止された。自動車市場が変化し、その要求に合わせて1977年。 インパラを再設計した。新しいインパラは全長がより短く、背丈がより高くなって小型化された。インパラのフレームは1971年に発表され B ボディの生産ラインが閉鎖される1996年まで使用された。インパラはより小型でより軽く、1977年の小型のシェーベルよりさえ軽い。 より経済的なフルサイズのアメリカ車の新しいイメージを打ち出した。そのより整ったデザインで新しいインパラは増加した頭上スペース、フットスペースとトランク容量の増加を特徴とした。小型化されたモデルの製造は1976年を大幅に増加した。そしてインパラは米国内の販売ナンバー1の地位に返り咲いた。だがコンバーチブルモデルは販売されなかった。 エンジンのラインナップは1977年に狭くなり、i6 エンジンがベースエンジンとなった。他のオプションは267シドと305シド V8 エンジンで350シド V8 エンジンは数年間オプションで存在した。若干のインパラはオールズモビルの350シド V8 ディーゼルエンジンを搭載してた。1991年。 1977年の再設計と同じく全長の短いフレーム設計思想を保持し、GM の B プラットフォームは大幅に再設計された。インパラ SS は1992年のデトロイトオートショーでデザイナー、ジョン・モスによって設計されたコンセプトカーが発表され、メディアと自動車ファンの賞賛を受けた。コンセプトカーには、生産には、 非実用的だった8.2リットルエンジンが搭載されており、それはシボレーコルベット、カマロとポンティアックファイアーバードで使用される5.7リットルの LT1 エンジンと乗せ替えられた。1994年インパラ SS は生産に入った。車はシボレーカプリスの高性能バージョンであって、GM がこれまでに生産した。 最高のオールラウンドののうちの一台と捉えられている。機構的には、そのベースとして、カプリス QC1 警察パッケージを使用して、大部分の機材を、法の執行と政府機関だけが利用できるようにした。これは、補強されたショック、容量改善された逆流冷却装置、より大きくより強力な四輪、ディスクブレーキ、トランスミッションクーラー、デュアルエグゾーストなどのマイナーな、 さらであった。搭載された260馬力の LT15.7 リットルスモールブロック V8 エンジンは、インパラ SS の標準エンジンであった。インパラの LT1 の主要な違いと、コルベットとカマロの LT1 との違いは、インパラのエンジンのシリンダーヘッドが、アルミニウムではなく、中鉄で作られていたことと、ハイエンドの馬力より、ローエンドのトルクを重視して設計されたことであった。 トランスミッションは 700R4 をベースとした4リットル 60E が装備された。1990年代のインパラ SS のパフォーマンスの一つの驚くべき側面はそのハンドリングであった。むしろ大重量で大型の車であって、取り回しは自動車の増えてするところである。しかし、その改善されたサスペンションと低い姿勢、17インチのアルミホイールを装備し、 驚くほど幅の広い255、50ZR17 タイヤを装着し、車のハンドリングを驚くほどよく向上させた。インパラ SS は、これまでに GM の最も成功した限定車のうちの1台で、ある。1994年モデルは、灰色の内部で黒だけで構成された。ユニークなゴスポークのアルミホイールの不足のために、6303台だけは、販売された。 しかし、ホイールの不足は1995年モデルで改善され、21,434台が販売された。1995年、ダークチェリーメタリックとダークグレーグリーンがオプション色として加えられた。1996年は41,941台を販売し、生産の最後の年となった。この年、タコメーターが追加され、デジタル速度計が アナログに変更された。シフターはコラムからセンターコンソールに移動され、そしてオビリ2コンピュータシステムを追加装備された。スポーツモデルである SS は、本国ではインパラ SS のチューニングカーも多い。主にエンジンにターボチャージャーやスーパーチャージャーを装着したり、体型ホイールタイヤへの換装、カーステレオの強化が施されている。 2000年、シボレールミナの後継として4年ぶりに、インパラの名称が復活した。GMW プラットフォームを採用し、駆動方式は FF となった。175PS を発生する LA1 型 V6.34 リットルエンジンを搭載し、布製のベンチシートを備えるベースモデルのほか、200PS を発生する L36 型 V6.38 リットルエンジンを搭載し、 革製のセンターコンソールとフロアシフト、インパラの文字が施された、ドアスクリプトとトランクバッジ、ABS、トラクションコントロール、キーレス、一体型フォグランプをおった上級グレードの LS も用意された。この他オプションとして、サンルーフ、オンスターシステム、リアスポイラー、ドライバーインフォーメーションセンターのサービスが用意されたほか、LS 限定のオプションとして、ヒーター入りの電動フロントシート、 16インチの特製ホイールなどが存在した。2003年に LS スポーツパッケージを追加。LS をベースにフロントバンパーの拡張、クローム加工された排気口などを追加したスペシャルモルとなっている。2004年にはインパラ SS が復活。スーパーチャージャーを装備し240馬力を発生する L67 型 V6.38 リットルエンジンを搭載する。 最上級モデルである L67 型エンジンは本社の他ポンティアックグランプリ GTP、ビュイックリーンル g s ポンティアックボンネビルセイにも搭載された。この世代のインパラは2004年に29万259台の販売を記録し、ベストセラーの大型セダンとなった。2006年モデルのインパラは2005年のロサンゼルスオートショーで発表された。 このモデルは改良された GM の W プラットフォームをベースとしている。ベースエンジンは V6211 馬力3.5リットルエンジンであった。モデルについて最も顕著なニュースは SS が初めて前輪駆動のレー車としてジェネレーション4のスモールブロック8エンジンを1996年のカプリス以来初めて搭載したことである。 新しい5.3リットルの V8 は303馬力を、生じ、インパラを世界で最も強力な生産前輪駆動車のうちの1台にする。ラインナップは LS、LT、LTZ と前述の SS である。また、QC1 と QC3 の警察専用モデルも一新されたが、それには乗用車の SS の303馬力、V8 エンジンが搭載されなかった。 その代わりにパワーウェイトレシオがより高くハンドリングもより軽快な利点がある V63.9 リットルエンジンを搭載した。車内も大きく修正された。2006年モデルのインパラは木製センターコンソールを装備し、すべての主な制御ボタンにクロムアクセントで新しい特徴を打ち出した。またダッシュボードからドアの上部にかけて木製のトリムを装備し、 インパラのロゴが付けられていた。車両のコックピットの至るところで見つかる新しい制御ノブはキャデラック DTS 同様に新しいビュイックモデルで見つかるそれらと類似している。もう一つの内部の改定は車両の中心のコンソールの中間部の元に隠れているカップホルダーである。インパラ SS は2010年モデルイヤーで消滅した。 さらに2012年モデルでは3.5リットルと3.9リットルも廃止され、新たに V63.6 リットル VVTE、指示エンジンと6速 AT が搭載された。2012年4月のニューヨーク国際オートショーで2014年モデルとして発表された。2014年初頭から発売開始する予定である。プラットフォームはビュックラクロスや、 キャデラック XS と共通の拡張版 GM イプシロン2プラットフォームを採用。エクステリアは次世代のシボレーのデザイン言語を示したものとされている。特にフロントマスクは棒体グリルを配して水平に本線のグリルデザインを採用しトラバース2013年モデルと同様に新しいシボレーのファミリーフェイスを提示している。一方、インテリアは シボレーの特徴的なデュアルコックピットデザインを踏襲。センタースタックには8インチタッチスクリーンを備えたシボレーのインフォテインメントシステムマイルンクを装備している。エンジンはいずれも直噴で V63.6 リットル、直期42.5リットル、そして直期42.4リットルイシスト、マイルドハイブリッドの3種類が設定され、6速、AT と組み合わせられる。4搭載車には アクティブノイズキャンセレーションシステムが装備される。生産はアメリカ合衆国ミシガン州、デトロイトハムトラミック及びカナダオンタリオ州オシャワの工場にて行われる。2015年7月31日、韓国 GM によって韓国市場での発表、販売開始。海セグメント、韓国車基準でいう大型車への参入はベリタス以来となる。 ハムトラミック生産分が導入され、E アシスト以外のユニットすべてが投入される。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。